新年明けましておめでとうございます。去年4月12日ショーダイナースクランブルピースとスタートいたしました。5月8月と公演中止の期間もありましたが、再開後はスタッフさん、お客さん、出演者と皆さんの感染対策のご協力で12月まで無事に公演を続けることができました。自分といたしましては、この毎日ショー公演というこのクオリティを持続し続ける大変さを、痛感いたしまして、これもここまで来れたのも皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございます。はい、そして、今年の1月6日よりピース、1月8日よりスクランブルとまた始まります。出演者一同また新たな気持ちでステージに立たせていただき、お客様と楽しい時間を共有できたらいいなと思っておりますので、今後のショーダイナーも楽しみにしていてください。今年もよろしくお願いします。はい、この場をお借りしてメンズ曜日対抗の順位を発表していきたいと思いますので、皆さん用意した映像をご覧ください。始まりましたよ、皆さん。緊張するね。お、5位ここは出れませんよ。いや、私です。悲しい。入れてくれてありがとう。4位火曜チーム、いやいやいや、おめでとう。そして、お、ここの順位も、お、すごい。おーりー、ヨッピーも2位入っとる、すげえ。3位、月曜チーム、素晴らしい、おめでとう。3位と坂健ジュニア1位、さすがオールマイティー領事、さすがです。そして2位、土曜チーム、すげえ、土曜、うわぁ、すごい。さすが、とっくん。やってんね、とっくん、今年も。やっちゃう。そして1位。もう分かってますよね、皆さん。水曜チーム、フレッシュー。すげぇな、こいつらの勢いは。なんだ、ほんと。すごい。すげぇ、勢いがあるね。という感じで。こんな感じになっておりますよ、皆さん。確認しといてくださいね。素晴らしい。ちょっとまあ自分は5位という結果だったんですけれども、まあでも2月3月も諦めずにエントリーしますからね、皆さん。ぜひ1位のヒロのソロ特別賞を楽しみに。勝てないだろうと思う人も、入れてくれた人は必ず何ですかね、上位3人までの人はちゃんとご挨拶、面会もありますのでね、そちらの方もやっていきたいなと思います。そして3位4位、ファーストの時間帯が3位4位なので、月曜と火曜日、すごいですね。多分ぐちゃぐちゃになると思います。月曜火曜いい感じに面白いかなと思います。そしてセカンドは、水曜と土曜日、イケイケですね。ガンガンもう踊ってもらいましょう、ここはね。そして1位、単独水曜日。多分水曜日子たちが今一番慌ててるのかな、ちょっと今頃やばい、何する何するってなってると思うので、そちらの単独公演お楽しみください。そんな感じで1月のメンズ投票結果でした。ありがとうございました。